こんばんは、アメアトンです。シャドウオブザレプスのアーリーアクセス版リリースされましたので、早速遊んでみましょう。でですね、なんかね、デモ版を遊んだ報酬っていうことで、このフィリスがロック解除されましたって出てたんで、まあ本来はロックされてるんだね。まあ書いてありますね、アンロック条件がまだ満たされていませんっていうことなんで、まあここら辺進んでいけばアンロックされるんでしょうね。あとなんかね、ポイントもらった、才能とルーンってのがあるんだ。ルーンは装備するやつか。まあこれ装備できるんだけど、まあ1回目はあえて何もせずに行こうか。才能っていうのも、これ永続強化か、おそらく永続強化なんだ。で、今才能ポイントってのが3つあるんだ。結構長い。あ、でもなんかポイント3とか使うのあるね。一定確率で象が通常レベルに、あ、象ってあれか、なんか武器くれたり、なんかあの武器レベル上げたりするやつか。途中のステージに挟まれるやつかな。そこら辺のロック解除なんかもできるっぽいんだけど、あ、なんか才能ポイントをリセットするっていうのが画面一番下に載ってるね。まあ、とりあえずファーストプレイなんで、この辺何もやらずに、そして久々のアーサーで行ってみよう。行きます。ね、難易度はそこまでむずくなかったしね。ナイトメアあるな。あ、ダメなんだ。ハードいけないんだ。ハードロックされてるっぽい。ダメだね。じゃあ普通にノーマルで行くしかないか。ゲームのデフォルト設定、ほとんどのプレイヤーに適しており、難易度は中程度。まあこれで行きましょう。じゃあですね、能力、資格、あ、これで見れるのか。はい、まあ、とりあえず能力と、あ、能力はその各キャラのステータスか、いろいろありますね。近接と素早さと攻撃範囲とかもある。あとサバイバルってのがあるね。ちょっと分からんけど、あとそのルーンか。ルーンの3つ装備できる、このルーンを何装備してるかっていうのがあるんだけど、まあちょっと今回はあえて何も装備せずに行ってみましょう。アーサーでは開始。さすがにあれなしか、チュートリアルというかね。で、そう、なんかね、前回、デモ版を遊んだ後に、ちゃんと見たんだけど、操作方法を。なんかね、罰のね、回避？これ長押しするとね、距離長くなるらしいんだよね。あんまわかんねえな。これ、単押し。単押し。で、長押しだと、距離が伸びて、クールタイムも長くなるっていう、そこら辺の使い分けがあったのね。というのを、細っ、なんだ、細っ。今、ネズミみたいなやつか。ゾンビとかなのかな、これ。あれは、宝箱です。取るのはなんだっけ、あれ？ L1 押すつもりだったんだけど、R2 になってるね。R2。R2、はい。剣と盾がレベル2になる。不屈がシールドチャージになる。シールドチャージってボタンなんだっけ？ボタンが、あ、なんか、一枠増えてんな。前ここ4枠だったと思うんだけど、なんか一枠増えてんね。なんか変わったか？回避、剣技、シールドチャージ、ボタン書いてない。多分三角だった気がするな。三角だね。あと、丸を押すと、サブ武器。そう、サブ武器もね、なんか他のキャラの武器を拾うんだけど、どうもね、それって、その武器の持ち主をなんか一瞬召喚してるらしい。という扱いらしいので、まあ、とりあえず、それが丸だったかな？ワープ。あ、これあれだね、囲まれるやつだ。突き刺しが結構当たんねえんだよな、ね、バンバン使っていいんだろうなこれな。一応 MP なんかは攻撃すると回復するので、多分この三角のシールドチャージなんかは回避扱いに使うといいんだろうね、おそらくね。やばくなったら移動する。敵はちゃんと倒す。ワープか。2発、いいね。楽。
コンボ覚えないとな。あと、リーチがどうなるのかとかも見たいよね。武器変わるとリーチ伸びんのかなとかさ、そこら辺がね、まだわかんないから。宝箱。武器だね。レベル2、シールドチャージ、変わらずだ。基本的には、性能下がるね。マナってなんだろう？運は変わらずか。体力も攻撃力も下がっちゃう。あ、しかもなんか、シールドチャージのレベルも下がっちゃうんだ。へぇ。1秒が 1.5 秒。これはだから、売ります。なんかやられてる？お、お店だね。今、いくらある？ 150 円ある。ドラゴンハート、粉砕スマッシュ。コンボが増えるんだね。面白い。貪欲の力。コインが多いほど攻撃力が上昇。1000コインを超えるとだってそんなお金貯まる？とりあえず体力増やそう。あ、宝箱2個あるよ。ミミックとかいたりすんのかなこれ。剣と盾。いや、弱くなるね。ただ、自信と、効率的支援ってのがつくね。支援スキル使用時、MP コストが減る。まあ、いらないな。こっちは？これも武器？剣と盾。不屈。まあ、いらんかな。基本攻撃力下がるね、全部。初めて取った武器が良かったんだな。あ、これ次行きちゃうね。ちゃんと探索した方がいいと思うので、お金貯まったから帰るわ。粉砕スマッシュやってみる？バツバツ一時停止バツ。買う。バツバツ。これか。これの、なんか、防御力を15低下。7秒間継続だって。はい。あとあれか。装備品の持てる数が実は決まってるかもしれないから、下手に取っちゃうと、っていうのはあり得るのか。2発。この辺でいらないな、スキルとか。全然。まあ、1回層はこんなもんよ。やっぱ宝箱にもレアリティがありそうだ。お、スペルブック、スキルブック。まだサブ武器が出ないね。究極スキルかパッシブか。パッシブ、究極スキルは盾を手に前方ダッシュ、広範囲に斬撃、クールダウンと、そう、なんかね、究極スキルに MP とは別のEP っていうのがあるらしくて、それがね、画面の上じゃなくてですね、その、究極スキルのアイコンの周りに、なんかついてるっぽいんだよね。それを貯めないと打てない。で、なんか前回取ったパッシブスキルで、なんかその、ゲージ上昇を早めるって言ってたやつが MP じゃなくてこっちだったっぽいんだよね。で、パッシブ変わるぞ、これ。スパイク斬撃だって、同じコンボだね、これ。四角四角、一時停止四角。の時に3本のスパイクを打つ、それぞれが敵に 50% ダメージ。ソウルパペットパッシブ。敵を倒した時に30秒間 30% の確率でパペットを召喚。究極スキルかな、まずは。これは R1 だっけ ?R1 だね。敵を倒したりするとゲージ溜まってくんだろうね。マップは？マップは、そんな感じか。右に飛ぼう。右の方ね。これもらえるやつか。新聖域、スキル発動の持続中受けるダメージが 50% 減少。あ、これあれかな、サブ武器かな、その魔法使いの人の武器かもしれない。剣と盾、これはいらない。ドラゴンハード、まあ、これちょっと取ってみる。新聖域、
スキル発動中受けるダメージが5割減。これいいかもしんない。あれ？あ、待って、スキル、うん、わかんない。ちょっと待って待って。サブ武器じゃなかった。スキルってどのスキル？わかんねえな。シールドバッシュでいいのかな？シールドバッシュ発動中に、これで終わりか。あ、右下がまだあるね。シールドバッシュ発動中、防御力アップってことでいいのかな？そしたら結構強くない？右下ね。いいね。はい、武器出た。腹痛、性能下がる。ただ、強奪ってのがあるわ。攻撃すると 20% の確率で2枚のコイン。すごい、いろいろあるね、なんか。とりあえず今回は攻撃を優先してみるけど、あ、それ変えるってやつか。こっからか。お金貯まってるね。変える。貪欲の、いや、これは多分お金1000ゴールドとかたまらない。では第2階層へ。さあ、雰囲気変わったぞ。1の2、これが新域かな。わかんねえな。爆弾のやつ来た。いきなりもう硬くなってる。なんかね、実績出てんだけどね、わかんねえわ。こいつ硬えな、ちっこいのに。テレポート出た。カニ出た。カニなのかわかんねえ。正面からやるとバッシュダメなんだ。吹っ飛びとかないんだね。これでスタンか。出た、罠出た。リレーコンボ使わないともダメかな。足踏みなかったっけ。足踏みドーンってやつ、これの後に出なかった。足踏みドーン出ないな。あ、ここまた囲まれるね。音がいい。なんか出る時もあるからね、これ。先にそっちの小部屋行くか。あ、売ってる。魂回復、敵を倒すと 2MP。 これは MP か。レベル3だな。でも武器は結構出るからな。ここはいらないね。買うとしたらこれだ。魂回復買うか。敵を倒した時に MP 回復。はい、いいんじゃない。 MP そんな使うかな。でもこのキャラ、クールタイムがね、意外と長くてね。勝て。もうちょっと威力が欲しい。いやー、それまたそれか。食らってんじゃないか、あいつ。食らってんじゃないか、お前。究極好きなんだよな。使っちまうか。おりゃ。いいね、いいね、いいね。あ、90だって威力。めっちゃ高い。ここで使えばよかった。さあ、宝箱、武器出ねえ。出た。さあ、威力下がる。縦突撃。シールドチャージと何が違うんだ。ダッシュ。シールドチャージはダッシュ。縦突撃は、扇形範囲内、ああ、なるほどね。扇形範囲内に縦で攻撃だって。あ、しかも、通常のスキルになんかプラスがつくね。雷斬撃つくね。まあちょっと、威力下がるからやめるわ。武器変えらんねえ、なかなか。レベル2の威力20って実は、最上位なのかな、威力的には。出口です。
で、究極スキルはあれだね。クールタイム終わってんだけど、EP っていうのが足んないから撃てないんだろうね、きっとあれ。EP は多分敵を攻撃すると溜まるっぽいね。溜まってるね、ちょっとずつ。ガード厄介だな。なんか、マックスためとかあるかな。ダメだ、効かない。これ当てるとスタンはする。ただ正面やっぱダメだ。いやー、やられた。痛い。盾持ち厄介ね。俺も、いや、全部ガードされる。ガード貫通技ないかね。情けだね。連打だと3発目が1つになるんだ。あ、全部ガードされるわ。後ろ回れる？回れるわ。旋回は遅そう。ドラゴンハート。レベル、まあ、体力差あるな。風車、回転しながら敵の近くの敵を攻撃。使ってみてー。でもやらない。でかいポーション取れねえんだ。でもそれ取ってなかったんだね。いって、雑な食らい方したな。接触判定はないみたいだね。接触で食らうことはない。入っちゃうとまたあれです。入るか。いいね、いいね、いいね。ちゃんと全員倒すと第2ウェーブが出る感じなのね。あ、ちょっと強そう。違うか。ロックのアイコンか、あれ。なんか敵に枠ついてんのは、ターゲットアイコンか。なんか豪華な敵出てきたなと思ったら違ったわ。行くぞ。その使う人なかったと思うけどね。究極スキルです、今のが。アルティメットスキル。出たー。レベル3。攻撃力変わらないんだ。攻撃力変わんないっす。風車と爆発的チャージ。チャージしてる間、近くのエリアに向けて自動的に火の矢を、あ、すごくない？体力と運下がっちゃうけど、ちょっと変えてみます。撃ってる撃ってる。チャージ中に。ちょ待って。そんなことあるんだ。あと何がついた？待って。爆発チャージとあとスキルが変わった。風車。これだ。使いやすそうではあるね。範囲が広そう。売りました。なんでそんなとこにいるの？風車。あ、でも使った。悲しみの。これが回復ポーション。ドラゴンハート今300円か。ちょっと貯めとく？貯めとくわ。武器。レベル2。威力は下がる。地震と長弾。まあ、いらねえな。21円で売却。買っとく？ドラゴンハート。買っときます。体力160。なんかいっぱいあんな。マップもランダムかね？ランダム生成かね？スキル
キルブック、迅速攻撃速度、あーそういうのあんだ、いいね、強いね。魂吸収、倒した時に敵から攻撃力が 5%。 あーなるほど、連続で倒すと攻撃力がどんどん上がっていってやられると終わる。ドラゴンスレイヤー、ドラゴンハートは攻撃力を増加させ、体力を増加させないが代わりに攻撃力を増加する。まあ迅速かな。あ、普通に撃ってる、ん、違うな、今火の玉、ちょっとチャージ始めるだけで火の玉撃つわ。名前なんだっけ、爆発的チャージ、面白い。いって、食らうのか、あれで。で、マップ的に終わりか。そっちか。第二階層終わり。三階層の次に、あれだっけ？セーフエリアがあって、ボスだったっけ？上か下か、上行こう。いきなりこれか。痛い、これ痛い。当たり判定でかいとこある？アーさんの方が。俺がちょっとダメなだけ？雑なだけ？お、レベル 4！ 攻撃力がっつり上がる。地震とオカルト、違う違う、オカルト、オカルト召喚、パペットを召喚、スキルを使用するとパペット、あ、いいんじゃないですか、全部上がる。交換した、心臓に悪い、これ正確な操作が求められます。なんかね、頑丈そうな鎧着てるけどさ、足の裏はやっぱ弱点なのか、ローランか。今囲まれます。地震は使いやすそうだけどね。でパペットが生まれるんで、いいね、範囲広いし強そうなの出てきた。やばいの、あ、違う違う、それは味方のパペットです。連続で矢を撃ってくるね。なんかこれでスタン硬い、いいねいいね。地震が3秒スタンだもんね、それは強いわ。あ、また出た、レベル3だ、下がるね。シールドチャージとアシストもいらないかな、売ります。下、下もあるの、あるわ。見たことない敵いっぱい出てきた。威力上がったね。ネズミ一発、ネズミかどうか知らないけど、スタン強いな。地震、じゃあパペット切っちゃう、どうしても。なんか喧嘩してんの、あれ全然あさっての方向向いて撃ってんだけど、あ、入っちゃった。あとはあれだな、クールタイムの時間次第だな、地震の。いって、うわ、結構食らった。敵の威力は容赦なく高えな、普通に。レベル3、地震と回避爆発、回避時に魔法の爆弾を仕掛ける、まあいらんかな。攻撃力の差がすごい。宝箱、なんか唐突に
宝箱あるけどさ、これ罠だったりするのあんのかな。ドラゴン活力。ドラゴンハートから得るタイルが 5% 増加。エリクサー再利用。回復ポーション売ることができる。フラッシュ。あ、すごい。回避のクールダウンが7割減。それだろう。早い。いいよ。クールダウンがなくなるとかあったら最高だね。あるかな、なくなるとか。いいな。ストック性とかも欲しかったけどね。すごい寝るな。こいつらもスタンする。あ、そうか、爆発チャージじゃなくなったんだ。後ろを取る。あぶれ。痛い。2発目。いやー、ダメだ。スタン、途中で止まらないんだ。モーション見えたら、もう、奴らは止められねえ。奥出口かな。やっぱディレイコンボが威力高いのかな。分からんが、どのコンボが威力高いかとかも知っといた方が多分いいんだよね。32、基本は32。あ、吹っ飛ぶね、これで。でっかいのが、あの、リレーコンボの、縦バッシュで吹っ飛ぶ。あれが強い。そうだね。やっぱリレーコンボ強いんだ。出が遅いんで、レベル3、地震と不敵な盾。まあ、いらんかな。ボス戦でなんていうのがあるんだ。まあ、威力下がるし。ワンちゃん。ん？なんだ？マップにないっぽいぞ、これ。マップにない道がある。え、そんなのあんの？唐突に置いてある。剣と盾、盾突撃。ドラゴンハート。アップグレード。選択。三つ選べる。フラッシュ。あ、待って。クールダウンの 60% って弱体化してないか、あれ。60%2 ってこと？え、なんか弱体じゃないの、それいいの？攻撃速度増加。敵を倒した MP。いやーん、速度がいいかな。速度にします。まあ、弱体化ってことはないだろうけどね。さすがに。ワープ。わあ、中邪魔だ。たる。なんかあんのか、あれ。なんかあるわけでもないんだ。痛い。これは危険、これ危険だぞ。そろそろ回復ポーションまんま出なくなってくる頃だから、回復は出ないか。パペット、剣と盾、強化ブルワーク。おー、防御が強くなる。ドラゴンハート今690じゃない、買っちゃおう。
あ、それズームアウトできるんだっけ。これが一番ズームアウトか。まあこれぐらいが一番見やすいか。あとはまだ出口が見つかってないんだ。そっちね。売ってる。レベル3いらない。ドラゴンハートとアップグレード。迅速。迅速。攻撃力上げよう。まあ、攻撃力じゃないか。攻撃速度か。速くなってる。これは、ボス出るやつか。あと上行ってないよね。その上行ってないから。あとなんか回復アイテムも見えたわ。そこね。取って、上ね。この上行ってない。あった。アップグレード。迅速また上がる。フラッシュ。魂回復。まあ迅速だわ。いいね。早くなってる。手数が多い系のキャラに特に優秀だったりするんじゃないの？この右ね。二刀のアサシンとかいるからさ、それはもう完全に手数系だと思うんだよね。名前もまだ知らないんだけどな。出た。ワープ。行って。いや、ちょ、待て待て待て。行って、な、こんな強かったの？やばい。ありがとう、スタン。やば、強だったな。回復は出ねえんだ。行くか。というか、サブ武器が出ないね。ここでなんかそのサブ武器とメイン武器のレベルを上げてくれるっぽいんだけど、だからこれしか出てないんだ。さあ、これを上げると、クリスタルみたいなのが25使うんだけど、上げます。上げた。抑制反撃ってのがついた。パリー成功、パリー？え、パリーあんの？ちょっと待って、パリー知らないんだけど。リセットもできる。お金かかるけど。あ、つまり、つくスキルがランダムだからリセットするといいっていう話？これ。一回やってみようか。リセットして、もう一回上げる。一回だけ。リセットって何だったの？あ、違う。なんか呪いになった。スキルが呪いになった。リセットってそういうことか。スキルを取り直せるってことか。一回だけ。あ、違う違う。もう一回できるわ、これ。今呪いなんだけど、これを変えると、変わった。二つついた。あ、待って。スキルもまるっと変わったし、威力も下がったっぽいんだけど。まるっと変わるんだ。武器レベルとかは変わらないけど、もう一回いきます、もう一回。あ、威力上がって、縦突撃と弱点を作りになった。よし、これでいこう。そういうやつか。ここで一気になんか、クリスタル使って、武器強化できるんだ。で、これ体力くれんだよね。あ、違う。ロックされてる。これか。で、ボスかな？いきます。あ、ボスだわ。あんま覚えてないんだけど。違うボス？いや、違わない。あれ、ガードできんのかな？いてぇ。ってことね。長押しすると、向きを決められる。いっ！いやー。隙がなくない？
当たってんの俺。当たってはいるか。移動しちゃうのもなんか。ロケットパンチの飛んだ先に移動しとくといいんだろう、多分。こういう感じか。あぶね。無敵時間あるっぽい、ちゃんと。あぶね。スタンは死ね。まあ、ディレイアタックの威力が高いと信じて。置いてくる感じじゃないのか。まあ、基本後ろに避ければいいのかな。あぶね。まだたまんねえか。いやーちょっと一定の感じで打ってくるね。いやちょっと、あーしまった、やべ。暗い。そんなに威力高いってわけでも。一応と、うわー